こんにちは。今日の切り抜きニュースは、今日はね、東京簡易裁判所に来ております。原告ネット選挙株式会社代表者代表取締役松田渡美です。原告でございますどうやったのもう一瞬で終わっちゃったので、ね、要はね、たった30分の間に21件も事件入れるんですよつまり1件1分で終わろうとこれがザ裁判簡易裁判所っていうところの方が余計に書類だけなんですよ。だから僕が訴えても、サーバー高しに10万円払えて、この間久しぶりに簡易裁判所訴えたんだけど、すぐ移送、地方裁判所に移送、職権で移送される。で、140万円までは簡易裁判所ってなってるんだけど、140万1円からは地方裁判所から始めるってなってるんだけど、まあ裁判所としたら、もう立花さんが出てきたら厄介やからあんな簡単に終わらないじゃん。今回は被告は大津彩香さん個人です。売掛金といって、大津さんにポスターを契約をして、大津さんの目黒区議会議員選挙のポスターを作ったんだけども、作ったんだよ、作って発送したんですけども、受け取ってくれなくて、そのまま、受け取ってくださいってずっと督促が立ってたんですけども、はい、なんで受け取ってくれないんだろうと、そのまま選挙突入したら違うところで作ってたっていうだから大津さんは、あの選挙ポスター2種類作ってるっていうことになるんで、これちゃんと収支報告書も両方2種作ったって出さないと、修正しないと多分俺違反になると思うんだけどねあのもちろんね、事情としたらネット選挙と、まあ最初は我々有効にやってたからネット選挙に発注しました。でも途中で3月29日あたり喧嘩したから、4月の選挙に、おそらく黒川君の知り合いの会社かなんかに、まあお願いをしたと。で、そんなのネット選挙なんかキャンセルしたらいいんだみたいなこと多分言われてるんだと思うんですけど、契約書はある。はい、契約書です。まあ、供託ラインを超えなかった場合、いわゆる公費で負担されなかった場合や、まあ、いわゆる、まあ、ネット選挙がお金もらえなかった場合には、大津さん個人に負担してもらえますよって誓約書があって、で、現に納品をして、向こうは拒否してるだけなんで、だから、こちらとしたらもう全くもって価値がないものなんで、で、まあ、大津さん側は、まあ、いつもの豊田弁護士に依頼をしたと。まあ、今日は、大津さん側の主張は、追ってやりました。もう、場合によっちゃちょっと犯罪になるんちゃう？下手したら。ぐらいやね。いや、というのは、だって、騙そうとしてたんじゃないの？場合によっては、まあ、悪意はあったと思う。両方に頼んだ時点でちゃんと言ってこないと、まあ、発注した時点で支払い意思があれば詐欺にならない。まあ、でもちょっと悪意はあるよね。今回もこういう形で、ちゃんと連絡してくればいいわけですよね。それすらない人なんで、まあね、あまり責めてももう能力ない人を責めても仕方がないと思いますけど、ということで、次回は10月26日木曜日でした、ということで終わります。 NHK をおいこわーす。大津彩香は選挙ポスター代も払ってなかったんですね。いくら能力がなくてもひどすぎますね。大津彩香にできることは何かあるのでしょうか。それではご視聴ありがとうございましたということで、国会議員 YouTuber が NHK をレコーダーされてます。